息の天童です。エアタッチという技術を使ったバレエアージュの、ここより下はあえて黒く残しておいた方が、ここの中の短い毛を落としていきます。中にいた短い毛がここに落ちてきますので、 V の字に根元に向かって伸ばしていくような、黒いのが戻ってきてより境界線が馴染むっていうような、ブツッとしたラインが出にくい、結構勝手にデザインがボケてくれるのでこっちに上がってこないので、ちょっと塗りやすい裏技です。でもこれぐらいまで抜けてきたら流そうかなと思いますので、こういうデザインカラーってオンカラーが難しいっていう風に、クリア、ロクナチュラル、ミルクティーっぽいベージュ、ある程度伸びてもそんなに気にならないので、カットの理論をバレイヤージュに合わせて作っていくっていうのも一つ方法としてはありかもしれないですね。まあ、さっきのやり方でぜひやってみてください。